ジェイ・バルビンは、コロンビアのシンガーソングライター。2009年に EMI コロンビアと契約を結び、シングル、エリアメ・カウティボでデビュー。2013年にリリースした3枚目のアルバム、ラ・ファミリアは、ビルボードトップラテンアルバムチャートで10位を獲得。同アルバムのトラックに収録された、シングル、6AM、アイ・バモスのヒットにより、歌手として、国際的な地位を確立させた。 ビルボードホットラテンソングスでロック AM は2位、アイバモスは1位を獲得し、動画再生サイト YouTube におけるメガボルトの再生回数は両曲ともに0億回を超える。2017年にリリースした自身最大のヒット曲であるミヘンテは Spotify のグローバルチャートでラテン系アーティスト初となる1位を獲得。ビヨンセをフィーチャリングしたリミックスバージョンは ビルボードホット100で3位を獲得し、自身初となる、ベイビルボードにおけるトップ10入りを果たした。2020年3月時点で、YouTube における、ミヘンテのメガボルトは、再生回数26億回を超えており、ラテンミュージックにおいて3番目に多い再生回数を、誇る。2018年、カーディビーにフィーチャリングされた、アイライクイットで、初めてビルボードホット100で1位を獲得した。 また、ロックフェスティバルであるロラパルーザにおいて、ヘッドライナーを務めた、最初のラテン系アーティストである。バルビンの作る曲は、基本的に、レゲトンが中心だが、エレクトロニカ、ハウスミュージック、トラップ、R&B などの様々なジャンルの作曲もしている。影響を受けたミュージシャンは、キング・オブ・レゲトンともな高いラ・ディ・ヤンキーや、レゲトン歌手ではないメタリカや、 ニルバーナなどのロックバンドが挙げられる。アメリカ留学の経験があり、英語を話すミュージシャンとの共同制作や、コラボレーションも多いが、スペイン語以外の言語を主とした曲は作らず、スペイン語の音楽を世界中の聴衆に届けたいと考えている。また、様々なスタイルを融合させたカラフルなファッションセンスでも有名。1985年5月7日、コロンビアのメデジンで、 中流階級の家庭のもとに生まれる。父親は経済学者兼ビジネスオーナーであり、街の外れの丘の上に立つ大きな家で育った。幼少期から音楽に興味を持ち、メタリカやニルバーナなどのロックバンドを好んで聴いた。そのため、バルビンの音楽スタイルにはグランジが取り入れられており、膝にニルバーナのタトゥーを入れていることを公言している。学生時代にダディ・ヤンキーの曲を聴き、 レゲトンにも興味を持ち始める。自身もダディ・ヤンキーの熱狂的なファンであり、彼のスタイルから、フロー、ラップ、ステージでの移動方法まで様々なことを真似していた。しかし、そのそなか父親の事業が失敗し、車と家を失い家族でより貧しい地域へ引っ越すこととなった。バルビンは、この時期のことを私がバリオに行けば、 人々は自分を裕福な人間だと見ますが、私がお金持ちの周りに行くと、人々は自分をゲットーから来た人間だと見ます。これは感じ方の問題に過ぎず、私はどちらの世界でも同じように心地よく感じます。私は世界を移動するのが好きです。と述べている。2012年のジェイバルビンバルビンが17歳の時、交換留学でオクラホマに移住。 しかしその留学は、期待に反するものであり、交換留学の終了後すぐに、おばの住むニューヨークのスタテンアイランドに移住し、音楽と英語をさらに学んだ。その間、ニューヨークを活動の拠点とする50セントや PDD などのラッパーに魅了され、影響を受ける。歌手としてのキャリアを実現させるため、ニューヨークやマイアミ、メディジンで様々な仕事に就き、時には猫事業者や、 住宅塗装業者などで違法に働き、自らの生活費や将来のための必要資金を稼いだ。様々な地を転々とした後最終的にコロンビアへ戻ることを決意し、メデジンのイフッと大学に進学、7年間在籍し、国際ビジネスを専攻した。そして大学と並行しながら、メデジンのいろいろなクラブでパフォーマンスを始め、真剣に歌手としてのキャリアを追求するため、 19歳の時芸名を J. バルビンに決定した。その後メデジンのフリースタイルバトルで現在のビジネスパートナーでもあるデビッドリベラマゾと出会う。二人は親友となりレーベルを通さず自分たちだけで曲のプロデュースとプロモーション活動を始めた。当時のバルビンの曲は本場のプエルトリコのレゲトンのお粗末な模倣と評されていたが、 試行錯誤の末一般的なレゲトンと比べて、よりリラックスした独自のスタイルを確立した。2009年に EMI コロンビアと契約を結び、すぐにデビューシングル、エリャメカウティボをリリース。この曲はトロピカルソングスチャートで35位を獲得した。そして同年、デビューアルバムであるリアルをリリースした。その後2012年にエンロースクロやコモウアニマルなど、 コロンビアで過去にヒットした曲をリミックスしたミックステープをリリース。同年、人よ限りの関係をテーマにしたヨテロディフェという曲をリリースし、これがバルビンの初のヒット曲となった。そしてその1年後、ユニバーサルミュージックの子会社であるキャピトルラテンと契約した。2014年6月の J バルビン2014年2月、アルバムラファミリアから、 プエルトリコ人歌手ファルコをフィーチャリングした新しいトラック 6AM をリリース。内容は2人が昨日のパーティーで起きた出来事を思い出そうとするというもので、バルビンはこの曲を映画ハングオーバーのラテン版だと表現している。この曲はビルボードホットラテンソングスでにビルボードラテンリズムエアプレイチャートで1位を獲得した。その後間もなくして、 新しいトラック、アイバモスをリリース。この曲は、アルバム、ラファミリアのボーナストラックとして収録され、ビルボードホットラテンソングスで初の1位を獲得。ニッキー・ジャムとフレンチ・モンタナをフィーチャリングしたリミックスバージョンは、ワイルド・スピード・スカイ・ミッションのサントラに使用されるなど、ロック a m をしのぐヒットを記録した。同時に、ロック a m と AV バモスを収録した。 アルバム、ラファミリアは、ビルボードトップラテンアルバムチャートで10位を獲得し、168週間チャートに入り続けるヒットとなった。2015年2月、スペイン語楽曲の音楽賞である、プレミオロヌエストロで、アーバンアーティストオブザイヤー、アーバンアルバムオブザイヤーなどのアーバンカテゴリーを設計。同じく2月に開催されたビルボードラテンミュージック、アワーズでは、13カテゴリーで、 ノミネートされ、そのうち8つのカテゴリーで、ロック AM とアイバモスの両方が選ばれ、最終的に4つのカテゴリーで受賞した。そして同年11月、2014年に、ロック AM でノミネートされたものの受賞を逃した、ラテングラミーアワード4、ベストアーバンソングをアイバモスで受賞。またこの年に、アリアナグランデの、ザ・ウェイ、プロブレム、ロビンシックの、ブラードラインズ、 マルーン5のマップ、プリンスロイスのスタックオン、エフィーリングなどのヒット曲でフィーチャリングされ、リミックスバージョンを作曲した。2015年の J バルビン2015年6月、ドナルド・トランプの不法移民を侮辱するコメントに抗議するため、ミス・ USAA2015 の出演をキャンセルした。トランプは2016年の大統領選挙キャンペーンにおいて、不法移民がドラッグ、 犯罪、強姦をアメリカに持ち込んだ等の不法移民や、メキシコ人に対する非難の言葉を述べた。これに対し、バルビンはメキシコ人側を擁護するコメントを出し、7月12日に出演が予定されていたルイジアナ州でのパフォーマンスをキャンセルした。このパフォーマンスは、地震初のアメリカ全土の主要なテレビ局への出演になることが予定されていた。 2016年1月16日、スペイン語圏の有名人を対象とした受賞式、プレミス・フベントで、次回のアルバムの最初のトラック、銀座を披露。その週の後半にビボでメガボルトが公開され、当時のラテンミュージックの再生回数の最高記録を、塗り替え24時間で200万再生を記録した。この曲は、ビルボードホットラテンソングスで1位を獲得し、 同チャートで最も1位に滞在した期間が長い、曲としてギネス世界記録を樹立した。ローリングストーンのアンドリュー・カシリアスはこの曲を取り上げ、心地の良いリューオンのビート、銀座はレゲトン史上最高の3分間だと評している。2017年3月に、チリでシゴエストラニアンドテを歌うジェイバルビン2016年6月24日、ファレル・ウィリアムス、ダディ・ヤンキー、フアネス、 ヤンデルなどの多くの著名ミュージシャンをフィーチャリングした4枚目のアルバムエネルギアをリリース。このアルバムはビルボードトップラテンアルバムチャートで初週1位を飾り、同時に同チャートで初の1位を獲得した。英語楽曲がほとんどを占めるビルボード200でも38位を獲得し、世界進出の先駆けとなる作品になった。また、フアン・ガブリエルのロス・リオに バンダ・ MS のケベン・リジオンに続き、ラテン系アーティストで3番目に多い発集売り上げを記録した。このアルバムから、銀座以外にも、ボボ、サファリ、シゴエストラニアンドテの3曲のヒット曲を出し、これらの曲はすべてビルボード・ラテン、ホット・ソングスで10位以内に入り、中でも、ボボは同チャートで1位を獲得するヒット曲となった。オールミュージックのマリオ・プランズは、エネルギーを、 銀座の成功により、リリースのほぼ1年前から国際的な大ヒットになることを確信していたアルバムと表現した。また、ローリングストーンの2016年ラテンアルバムベスト10でエネルギアは4位にランクインした。2016年9月、エネルギアのプロモーション活動のためエネルギアツアーを開催した。マイアミ公演では、フレンチ・モンタナ、スティーブ・アオキ、 ダイオンレノックス、バッドバニーなどの著名アーティストもゲストとして参加した。このツアーは同月29日にメキシコのクリアンで始まり、2018年1月28日にイギリスのロンドンで幕引きとなった。同年、アレハンドロ・サンスのクアンド・シーズ・グランデ及びソフィア・カーソンのラブ・イズ・ザ・ネームでフィーチャリングされた。2017年、 エスヌエストロモーメントと呼ばれるプロジェクトに参加し、サウンドクラウド及びブキャナン、エスウィスキーとパートナーシップを結んだ。このプロジェクトは、バルビンの未発表のアカペラを入手でき、それを自分の好きな形に作り変えて、ミックステープを作曲することができるというもので、このプロジェクトの企画元であるブキャナン、エスウィスキーは、ヒスパニック文化遺産月間を記念し、 エネルギアツアーのスポンサーも同時に務めた。2017年6月30日、ウィリー・ウィリアムをフィーチャリングした新しいシングル、ミヘンテをリリース。この曲は同年8月1日に、スポティファイのグローバルチャートで1位を獲得し、ラテン系アーティスト初の快挙となった。YouTube の再生回数は年内に15億回を突破し、 2020年3月時点の再生回数は26億回を超え、ラテンミュージックにおいて3番目に多い再生回数を誇る。2017年9月、ビヨンセをフィーチャリングしたリミックスバージョンをリリース。このリミックスバージョンは、ビルボードホット100で3位を獲得し、自身初となるベイビルボードにおけるトップ10入りを果たした。ビヨンセの他にも、スティーブ・アオキ、アレッソ、 セドリック・ジェルベ、ディロン・フランシス、サナリー・ジェームズ&、ライアン・マルシアーノ、ヘンリー・フォンの6人をフィーチャリングし、それぞれのリミックスバージョンをリリースした。楽曲の世界的なヒットにもかかわらず、ミヘンテはラテングラミー賞を受賞せず、ルイス・フォン氏のヒット曲、デスパシートに多くの賞が贈られた。グラミー賞の式典では、ミヘンテ、エスアイツノビオ・テデ・ハソーラとともに、 フレンチ・モンタナをフィーチャリングした楽曲アンフォギッタブルをバッド・バニーと披露した。2018年1月19日、ブラジルの歌手であるアニッタとアルバ出身のアーティスト、ジェオンをフィーチャリングした新しいシングル、マチカをリリースした。同年3月1日には、ニッキー・ジャムにフィーチャリングされた X をリリースし、YouTube で1ヶ月以内に2億8800万回再生を、 記録した。ニッキー・ジャムは、X の成功は、バルビンの貢献のおかげであると述べている。また、カーディ・ビーのデビューアルバム、インベージョン・オブ・プライバシーにも参加し、トラックに収録されたシングル、I Like It で、バッドバニーと共にフィーチャリングされ、これが、バルビン初のビルボードホット100で1位を獲得した楽曲となった。2018年4月9日、Instagram で5枚目のアルバム、 ビブラスが5月25日にリリースされることを発表した。4月23日にはアルバムのプロモーションのためビブラスツアーを27都市で開催することが発表された。2019年6月27日、バッドバニーと共作した6枚目のアルバム、オアシスをリリース。このアルバムは US ラテンアルバムチャートで1位、ビルボード200で9位を記録した。 11月14日に開催された第20回ラテングラミー賞ではロザリアとの楽曲コンアルトゥーラで最優秀アーバンソング賞を受賞した2019年に YouTube で最も再生されたミュージックビデオにはコンアルトゥーラ、チャイナ、ノーメコノセがそれぞれ2位、4位、5位にランクインした2020年2月2日マイアミで開催された第54回スーパーボールの ハーフタイム上にゲスト出演し、自身の楽曲、ケカロール、ミヘンテとジェニファー・ロペスの、ラブドント・コスト・アッシングの、マッシュアップを披露した。2月20日に開催されたプレミオロ・ヌエストロ2020では、オアシスで年間最優秀アルバム賞を特別賞として、グローバルアイコン賞を受賞した。3月19日には、7枚目のアルバム、コロレスをリリース。 コロレスはスペイン語で色を意味し、アルバムの収録楽曲にはすべて色の名前が付けられている。7月には映画、スポンジ、ボブ・スポンジ・オン・ザ・ランのサウンドトラックのリードシングルとしてタイニーとのコラボ曲、アグアを発表した。批評家はバルビンの音楽スタイルをダディ・ヤンキーが率いる国際的なブームを起こした初期のレゲトンと比較している。ザ・フェーダーのマーロン・ビショップは バルビンの歌い方を穏やかなドロールと表現している。バルビンは通常ラップではなくビートを歌い、より旋律的でポップミュージックの影響を受けたスタイルを好む。ザ・フェーダーのマーロン・ビショップはバルビンの作る音楽を初期のレゲトンがハードエッジで強いビートを好むのに対しバルビンのレゲトンはどこか哀愁の漂うようなゆったりとしたメロディーだと表現している。バルビンは メデジン発祥の新しいレゲトンを普及したと評価され、現在メデジンからは、マルウマなどのレゲトンの申請が多数排出されている。バルビンは、自身の音楽性にダディ・ヤンキーの主な影響に加え、サルサミュージャンのエクトル・ラボーやラッパーのスヌープ、ドックなどの影響を受けていると公言している。バルビンは、自身の音楽性にダディ・ヤンキーを、最も影響の受けた人物として挙げているが、 初期に影響を受けたミュージシャンには前述したメタリカや、ニルバーナなどのロックバンド、そして、サルサ歌手のエクトル・ラボーやラッパーのスヌープ・ドッグなどを挙げている。その他にもツーパック、ノトーリアス・ BIG、ウータイ・クラン、ボーン・サグズン・ハーモニー、オニックスなどのヒップホップアーティストの曲を好んで聴いており、この経験が現在のバルビンの音楽スタイルに大きく影響している。 アメリカのポップシンガーであるカミラ・カベロは影響を受けたミュージシャンにバルビンを挙げている。バルビンのパブリックイメージについてザ・フェーダーのマーロン・ビショップはバルビンは悪い男ではなく手入れの行き届いているやんちゃな男だと表現している。バルビンはスナップチャットやインスタグラムなどのソーシャルメディアが自身の成功に不可欠なコンテンツであると述べており、 そのため自身のソーシャルメディアアカウントはすべて自分自身で管理している。ビジネスパートナーであるデビット・リベラ・マゾはバルビンがおばあちゃんが好むほど綺麗でストリートでも好まれるほど感能的な音楽を作りたい。と考えていると説明した。これが理由でカナダのアーティストであるドレイクとしばしば比較されることがあるがこの比較はバルビン自身も認めている。 レゲトンの女性別子について、バルビンは、私には母親、姉、親戚がいます。レゲトンが男性優位社会であり女性別子主義であるという誤解を払拭したいです。それどころか私は女性の最大のファンであり、彼女たちは私に多くのインスピレーションを与えます。と述べている。またバルビンは、コロンビアの暴力的な歴史についてを歌詞にすることを控えており、それは コロンビアのステレオタイプを悪化させるだけであり、パブロ・エスコバルが対等していた、麻薬大国時代からは大幅に改善されていると述べている。代わりにバルビンは、至って日常的で、親しみやすい内容の歌詞を書くことが多い。ユニバーサル・ミュージックとキャピトル・ラテンのルイズ・エストラーダは、バルビンは、一般的なレゲトンのルールをすべて覆し、人々はだから魅了される。ただし彼自身は、 あまり深く考えてはいないでしょう。と述べている。また、バルビンのライブには女性ダンサーが一切出演しないというのも特徴であり、デゲトン歌手としては異端的である。バルビンは英語に堪能であり、英語を話すミュージャンとの共同制作やコラボレーションを頻繁に行っているのにもかかわらず、スペイン語以外の言語を主とした曲は作らないでいる。バルビンは英語の音楽と、 スペイン語の音楽がクロスオーバーするために言語を統一する必要はなく、それでして、レゲトンを世界的に人気なジャンルにすることを目標にしており、私はスペイン語で歴史を刻みたい。大衆を自分の世界に、自分のサウンドに、皆に私がしていることを知ってほしい。そして英語で歌わなくても、大衆的なアーティストに私を尊重してもらいたい。 スペイン語でもグローバルな世界で戦えるということを知ってほしい。と述べている。アメリカのアーティストのファレル・ウィリアムスは、バルビンの楽曲、サファリのサビをスペイン語で歌い、これにバルビンは、アメリカのミュージシャンがスペイン語で歌うことは、最大の夢の一つであると述べた。しかしながら2017年、ピットブルにフィーチャリングされた、ヘイマのイングリッシュバージョンを英語で録音し、機会があれば、 英語で歌うことを受け入れていると説明した。バルビンは風変わりなファッションで有名で髪の毛をカラフルに染めている。バルビンはファッションについて音楽と同じくらいに情熱を注いでいるものと述べている。カウボーイハット、カラウルなスポーツウェア、ダメージジーンズなどの風変わりなアクセサリーを身につけることで知られ、2017年にはニューヨークコレクションの大使に任命され、 ファッションブランドオバドやアンドサンズの春のカタログにも採用された。ローリングストーンのイサベラ・ラゴザは2017年のラテングラミー賞にネオンカラーの金髪とカラフルなスポーツウェアを着て出演したバルビンをラテンとエミネムと表現した。2019年1月にはゲストコラボレーションしゲス XJ ボルビンと題した限定コレクションを発売した。バルビンは ベネズエラ危機とコロンビアの国境で起きていることについて、嘆かわしいと叫び、ソーシャルメディアキャンペーンである、ラッテナ・ソモス・ファミリアを作成し、避難民を支援するために請願書への署名を募った。このキャンペーンは、ドナルド・トランプへの抗議のためミス・ USA の出演を、キャンセルした直後に開始され、多くの著名なラテンアーティストも参加した。2016年8月、 家族との休暇のため、ハバナから帰国する際に、飛行機事故に巻き込まれた。飛行機は、離陸時の操作を誤り、滑走路を出て、すぐの場所に着陸した。幸いにも、事故で負傷した人はおらず、バルビン自身も奇跡であると話している。バルビンは、パニック障害を発症し、その時は、自分の幸せを忘れてしまった、ホセを忘れていたと語っている。またバルビンの母は、発作。 慢性等、精神障害などを引き起こす遺伝子疾患の急性間欠性ポルフィリン症に苦しんでおり、その母親を思い、バルビンの胸にはファミリアのタトゥーが彫られている。人気を博し、アメリカへ移住する多くのレゲトン歌手とは違い、バルビンは故郷のメデジンに住み続け、メデジンは私を本物に保ちます。私はどこへ行っても、 本物を保ち続けますが、それは自分のルーツとつながりを持つ人々との暮らしがあってのことです。私は自分の国で暮らし続けます。私はさらなる名声を求め故郷を離れるものを尊敬しますが、私はコロンビアが良いのです。と述べている。恋愛においては、コロンビアのモデルであるアルハンドラ・ウィットラゴと3年間の交際を認めているが、2015年に破局している。 2017年には恋愛について記者に聞かれた際、家族を持ちたいです。しかしそれはタイミングの問題です。と述べた。ありがとうございます。